古墳群分布図。国土交通省国土画像情報をもとに、作成1975年。秋上山古墳群は、石川県のみ市にある古墳の集まりを言う。のみ古墳群として、国の史跡に指定されている。1号墳、2号墳からなる。手っ取り川下流南岸に広がるのみ古墳群の一角を占める。1号墳は、石川県下で、初めて発見された。 全長100メートル級の前方公園墳であり、北陸最大規模の前方公園墳でもある。近年の公園整備で伐採された墳町からの眺望はよく、日本海や手っ取り川線上地一帯、小松市市街地方面を一望できる。古墳群が位置する秋城山は、平信との飛行、約20メートルの丘陵である。秋城山は一号墳が位置する茶臼山。 二号墳が位置する宮守山に分けられるが、現状の丘陵のさらに南側には、昭和30年代まで稲葉山と呼ばれる細長い丘陵が連なっていた。なお、地元住民からの教示で、戦時中に多量の鉄器が掘り出され、これを役所に供出したため頂上が、すり鉢状になった古墳があったとの見聞を得ているが、現存の 1. 二号墳には、すり鉢形状が認められないため、 今葉山に該当する古墳があった可能性が指摘されている。1号墳発見前には、秋上山古墳群という名称はなく、茶臼山に未確認の小規模古墳である西山15墳があると考えられていた。すなわち隣接する西山古墳群の範囲に含まれる形で捉えられていた。なお現在の西山古墳群のナンバリングでは、15墳は欠番となっている。 秋ャ茶臼山古墳の別称もあるが、1985年以降は秋城山一号墳と呼ばれるようになった。墳丘測量を多数のトレンチ調査等を実施。1984年の発見当時、前方部西側面に、半省時代以前創建と伝えられる秋ネ・八幡神社が鎮座しており、また公園部西方で地表を壇上成形した墓地が造営されていた。 また、公園部東から、前方部東側面、前方部正面を中心に、戦時中までの段々畑造成によって、分丘斜面の地形が変容していた。さらに、丘陵全体に樹木が繁茂し、見通して全体を観察できる状態ではなかった。秋城山一号分公園部園形。2012年。前方部西側から見た秋城山一号分。 2012年、墳球全体の形態、規模について、3段蓄生で墳長、約140メートルと見る考えと、2段蓄生で墳長、約120メートルと見る考えに見解が分かれている。これは、全周しない下段を墳球と見るか、墳球外の基段と見るかの解釈の違いによるもので、ある。3段蓄生の場合の墳球規模は、 全長141.0メートル、公園部計108.0メートル、前方部正面幅推定67.0メートル、公園部高さ19.0メートル。二段築生の場合の噴球規模は、全長121.5メートル、公園部計90.5メートル、前方部正面幅推定46.5メートル、公園部高さ16.0メートル。公園部は噴長まで、 厚さ3から4メートルほどの森土でかさ上げされていて、前方部は正面の東偶角に近い部分に森土を確認するが、むね旧地形を壇上に作平して成形している。中段東側びレ部には作り出しがある。東西8メートル、南北水底16メートル。表面は森土で成地。秋城山1号分の復元された吹石。2012年。 アイン歴すなわち標歴による吹き石を認める。全面に吹き石を施していたわけではなく、最小限の範囲で吹き石を施行したとみている。吹き石が確認できた範囲は、上段が後円部斜面及び前方部左右斜面、中段が後円部後方の北西から、東首レブまでの斜面と前方部東側斜面、及び東側作り出し斜面。確認できた以外でも、前方部上段は、 左右斜面の吹き石の存在からあったことを推定できるとする。前方部中段の吹き石は不明。下段斜面の吹き石は発掘調査の限りでは確認できなかった。たとえあったとしても、公園部北東の一部に限られるとする。使用石室は二十七種類あり、その中でも石英安山岩質化残滅業海岸が二二十点四パーセント石英安山岩が二十パーセント 安山岩室火山歴業海岸が18.8%と多い。付近史石材の原産地としては、手っ取り川戦場地南翼の下流域の白山市、原平島、出合島、水島、立花一帯と判断するという、埋葬施設は発掘調査されていない。副葬品や埋葬施設に関する伝承もないことから、見掘り粉と判断。しかしながら、 自然科学的分析から、下記のような推定がなされている。東側首レブに施したトレンチ調査により7個体、分の高槻が出土。紛糾斜面を覆う黒褐色土から検出。首レブで行われた祭祀に用いられたミニチュアカワラケと、推定。漆町編年10から11軍に該当。本州の前方公園墳を10基に分ける考えに、従い4基後半。 人年代では4世紀第4四半期と結論付けている。その根拠は各気考察によっている。1号噴噴頂から見た2号噴。2012年、1号噴の西方、宮森山に所在するが、1984年の当査時、すでに噴球の南西部分が土取りによって崩落していた。噴球測量を多数のトレンチ調査等を実施。 古い文献では本墳を前方後方墳としていたが、2001年の調査で、墳球西側、従来くびレ部と思われていた箇所に溝を検出。方墳と確認された。長方形をなし、東西辺が32.5メートル、南北辺が崩落のため推定27メートル、1号墳の主軸にほぼ直角の方向を基準に、築造されたとしている。墳球の高さは、 北側分炭から5.4メートル、東側分炭から4.7メートル、西側区画郊外平坦面から3メートル。二段築成の可能性が高い。分庁平坦面製片では、り土が少なくとも3メートル以上の厚さに達したと推定。細辺化した蟹螺片が約300点湿度。遠藤蟹螺と朝顔形蟹螺の2種で、破片数比で225。 64、重量比で4927、2848。いずれも粉糾流土層もしくは畑造制度に含まれ、原位置に樹立する資料はなく、その痕跡を示す意向も検出されていない。組み合わせ式木管を収納した粘土角。棺は、外表幅60数センチメートル、高さ60センチメートル以上、全長2.6メートル程度と推定。 埋葬施設内出土品管内に火湿出土品あり、噴球西側裾から火鉄製工具類が出土、その多数液再編が噴球斜面から出土。ただし最終的に古墳に伴うと判断できるものはない。特定されるに至らないものの5世紀中央前後。その根拠は火器考察によっている。飲み古噴群を構成する各古墳群が所在する山々。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成和田山5号墳から見た秋城山1号墳。手っ取り川か流南岸に広がる飲み古墳群は、西から寺山、松寺山、和田山、秋城山、西山の5つの独立小級よりなる。秋城山1号墳は、寺山、松寺山、和田山ブロックを離れ、秋常、西山ブロックで、年代上初めて築造された古墳である。 隔絶した規模は、先行古墳との関係性を乱すことが難しく、実属する大型古墳も認めない。ただし、和田山五号墳は秋城山一号墳の間に、系譜的つながりを認識して築造されたと推定できるとする。和田山五号墳は、秋城山と互いに見通せる和田山の生誕に位置し、会場をなす半ば独立した尾根一つを占め、公園部を共に、 北東方向に向けるなど秋城山1号分の立地を踏襲し、秋城山2号分と埋葬施設を共通にしていることからによる、飲み古墳群として国の史跡に指定されている。1975年に和田山松寺山古墳群が1999年に秋城山古墳群が国の史跡に指定された。2013年に 指定の西石を統合するとともに、新たに寺山古墳群と西山古墳群を追加指定し、史石の指定名称をのみ古墳群と変更し、一括しての保存を図ることとなった。1999年の国の史跡指定を受け、旧寺井町は1999年2月に、史石秋長山古墳群整備委員会を立ち上げ、本格的整備を開始。その事業は、 のみしに受け継がれた。主な内容は下記。1号墳は、2段蓄成か3段蓄成かの評価が、古墳研究者の間でも定まっていなかったため、調査データから、墳給プランを確定できた上、集団を原型に復元することとし、下段については、明らかな構成の改変部分の地形修復に止め、今後の調査検討に委ねることにしたという。2号分は、 二段蓄成の可能性が指摘されているが、整備では当時の調査見解を元として作成された一段の復元案が採用されたという。ありがとうございます。